それでは下村大臣、この教科書の検定というのは事実に基づいて行われるべきは当然だと思うんですけれども、ここに提示した3つの教科書、いずれも明らかに間違ってますよね。この教科書で学んだ学生がですよ、例えば大学入試で総主解明は強制と答えた場合に、これは丸ですか、罰ですか、ね、非常に大きな問題なんですよ。本来であればこういう教科書はね、回収すべきだと思うんですけどね、そうでなくてもですね、これを使っている学校校へね、正誤表を配布する、それぐらいのことをしてもいいんじゃないかと思うんですけど、期待する文科大臣、よろしくお願いします。下村文部科学大臣。お答えいたします。現在の教科書検定におきましては、もう先生ご承知のことでございますけれども、学習指導要領に基づき教科書検定審議会の学術的専門的な審議に基づいて行われ、申請図書の具体の記述についてその時点における客観的な学問的成果や政府見解、適切な資料等に照らして欠陥を指摘するものでございます。で、この絵が欠陥かどうかということでございますが、現在日本史大辞典、また国史大辞典というところにおいてもですね、この強制したという記述が表現されているということの中ですね、教科書検定においてはこれは欠陥には当たらないと、まあ、いう現在判断がされているところでございます。中山成明君。そこをですね、やっぱり政治主導で、下村大臣、やっぱり間違っていることは間違っている、それをね、こうちゃんと訂正すべきじゃないかと、このように思いますが、次に移りますけれども、次はですね、午前中、辻元議員がいろいろ言ってました、いわゆる従軍慰安婦の問題でございます。この慰安婦問題がですね、官憲が介入したと誤解させた最初の記事というのは平成4年のこの記事なんですね。慰安所軍関与を示す資料と。ところがこれですね、この資料をよく見てみますとですね、これはそうじゃないんですね。この資料というのはですね、悪徳業者が募集に関与しているようなので注意するようにという、そういう通達なんですね。全く逆なんですよ、逆。当時のですね、朝鮮をこう見ていますとですね、これ真ん中を見ますとですね、道議会選挙、8割以上の人が朝鮮人なんです。そして中西南道の知事、ここにありますように初代、6代、8代、9代、10代、そして昭和20年に至るまで、全部朝鮮人でした。他の道も同じようなものでした。そしてこの手順の警察、ナンバー2の警部と高等警部部も朝鮮人が務めていた。このような体制で、官憲の強制連行というのはですね、考えられないんじゃないですかね。私は今この従軍慰安婦の問題がですね、世界に広まっている。ソウルの日本大使館の前には、よし従軍慰安婦と称する少女の像がある。アメリカでもですね、朝鮮人の多いニュージャージー州には同じような銅像が建てられ、そして高速道路にですね、大きな看板が出て、日本人が朝鮮女性を20万人セックススレーブにした、性奴隷にした、こういうふうな看板がかけられている。これ私は本当に日本人にとって屈辱だと思うんですよね。こういうことをさせちゃいけないと、こう思うんです。大体ですね、20万人もの女性をさらっていく、
その親たちは一体黙って見てたんでしょうかね。やっぱりそんなことはないと思うんですよ。ましてですね、私はあえて日本の兵隊さん、昔の兵隊さん、もう世界一軍律厳しい軍隊だったと世界から称賛されたんですね。これはもちろん日本が遅れて列強の仲間に入ったからよく見られたいということもあったんでしょうけど、根底にあるものはですね、やっぱり武士道だったと思うんですね。武士道があったからこそ私は日本の兵隊さんというのは立派な戦いをしたんです。それなのにですね、こういったことで侮辱されているというのは、先祖が、我々の先祖が侮辱されているというのは、これはもう看過しがたいとこう思っているんですけど、まあここで安倍総理に聞くのはちょっと何かなと思いますので、お答えは入れませんけれども、ぜひこういうふうなですね、ことをみんなでわからないかんと思っているんです。ここで辻のもう一つあるかな、反対ありますようにですね、官憲が強制連行したんじゃなくて、実はそうじゃなくてですね、これは一枚だけが東亜日報の記事ですけど、あとは全部当時の朝日新聞ですけど、これを見ますとですね、朝鮮人が両家の市場を誘拐して満州に売り飛ばしたと、17歳と20歳、19歳の日本人だったとこう書いてありますね。あとは全部ですね、見ても分かりますように、農村の娘に毒画とかね、桃色のそばばくとか、あれはこう警察がしっかりこう仕事をしてたということが全部分かる。日本人が何かやったということは、調べても調べても出てこないんです。私はですね、戦前、日本も貧しかった。ですから、やる慰安婦としてですね、区会に身を投じなければならなかった、そういう悲しい身の上の女性がいっぱいいたということも知ってます。だけど、いかにも朝鮮人だけがですね、従軍慰安婦にされたと、こういうふうなことはですね、やっぱり誤解を解いてもらいたいと、まあ、このように思っているわけでございまして、午前中に清本議員がですね、ここにこう出しましたけどね、各国で、従軍慰安婦に関する決議、動議が出されている、本当になんていうかな、朝鮮の方っていうのは、粘り強いというか、しつこいというか、本当にすごいなと思うんですけれども、私はこういうふうなですね、ことがずっと今、蔓延している、これは自民党にも責任があると思うんですね。自民党のずっと歴代の外交、その場しのぎで、まあ、謝ればそれでもうそれ以上は追及しませんからと、まあ、そういう言葉に乗せられてですね、まあ、いろんな談話等が出されました。その付けが全部今、安倍総理、今ここに来てるんですね。だから私は自民党にも責任があると、まあ、このように思うんですね。日本人は職員の情といいますかね、大体お互い分かるでしょうと、あるいは謝ったんだからいいじゃないか、人を騙してはいけない、まあ、小さい頃から教えられますけど、しかし、騙される方が悪いんだと、あるいは嘘も100回言えばですね、本当になるんだと、そう言ってですね、プロパガンダに励んでいる国民もいるということ。そのことを忘れちゃならない。私たちはそういう意味でですね、この国際社会に生きていく上で、ダブルスタンドで生きていかなきゃいけないという、この決意をね、まあ、固めなきゃいかんと思っています。まあ、総理にはお答えはいらないことにしておきたいと思っています。お時間が少なくなりましたけど、先の戦争は侵略戦争だったと、こういうふうに私たちは思い込まれてますが、1951年、昭和26年ですけど、GHQ の総司令官であり、東京裁判を主催したダグラス・マッカーサーは、米国議会の上院の軍事外交委員会におきましてですね、第二次世界大戦について、日本は米国によって閉じ込められ、資源供給の道を断たれたと、日本が戦争を始めた目的は主として、
安全保障の必要に迫られたのことだと、まあ、こういうふうに明確にですね、侵略戦争を否定してるんですよ。今の東京はですね、石原前都知事の指令で、このマッカーサーの発言をですね、副読本として使ってるんですね。期待される下村文科大臣、どうですか、これを全国の公立学校に副読本としてですね、配布したらどうですか。下村文部科学大臣。ご指摘の東京から江戸から東京へ、私も先生からご質問があるということで今日手に入れさせていただきました。東京都教育委員会が独自教材として作成されているものでございます。まあ、このような地域で作成した教材のうち優れたものについて他の地域においても活用されるということは大変有意義だというふうに考えます。まあ、このため文部科学省として各都道府県教育委員会などの担当者を集めた会議などを通じて情報の共有化を図ってまいりたいと思いますし、各都道府県で使われている副教材で素晴らしいものについてはぜひ全国で共有化されるように文部科学省としても働きかけをしてまいりたいと思います。委員長、中山成明君。前向きの答弁ありがとうございました。まあ、時間がなくなりましたんで、ちょっと提案でございますけど、今私たちはですね、子どもたちはどういう教科書で習っているのか、まあ、調べることは非常に困難ですね。安倍総理も一緒に、あれは平成9年でしたか、亡くなった中川翔一さんとか一緒に日本の前途と歴史教育を考える議員の会を作りました。古谷議員もあの時ね、一緒でしたけれども、あれは最初ですね、中川先生がですね、自分の娘の教科書を見たらとんでもないことが書いてある、これはいけないということでですね、いわゆる教科書議員を作って、まあ、活動して、今はもう中学校の歴史教科書にいわゆる従軍慰安婦という言葉はなくなった、これは本当によかったなと思ってますけれども、私はですね、文科大臣に提案なんですけど、ぜひね、日本の今使われている検定教科書、これをね、見れるようにね、文部省のホームページにね、全部出してもらいたいと思うんです。ついでにですね、中国とか韓国はね、ものすごい反日愛国教育をしてるんですよ。ね、その中国から今いっぱい日本に入ってきてますよ。やっぱり、ね、彼らがどういう教育を受けてるのか、やっぱりね、その辺は知っておいた方がいいと思うんで、この中国や韓国の教科書もですね、一緒にホームページに載せていただきたいと思うんですけど、いかがですか。下村文部科学大臣。お答えいたします。ご指摘のように我が国で使われている教科書について広く国民の皆様方にそれぞれ分かるような形で、よりホームページ含め文部科学省としてもより情報を提供するということは大変重要なことであるというふうに思いますし、しっかり対応させていただきたいと思います。ただ文科省のホームページで他国の教科書等ですね、同じような形で掲載するということについては、著作権の問題やあるいはその時の政治的な判断、外交的な判断もございますので、できたら文科省以外のところですね、民間等で先生はじめお考えになっていただければ大変ありがたいと思います。委員長。中山成明君。まあ、それじゃこれは外務省にお願いするしかないんですけど、最後になりましたけどね、この尖閣列島の地図、この上の地図はですね、すでに外務省のホームページにあるんですけど、この下の方の地図はね、まだないんですよ。これは台湾が発行したやつなんですね。これもぜひですね、外務省のホームページに載せてもらいたいな。これはもうはっきりとですね、尖閣列島は日本の領土だということが明らかになるようになってますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。まあ、いろいろと質問したいことはあるんですけど、時間がまいりました。私たち日本維新の党はですね、教育問題に一生懸命取り組んでおります。ぜひね、集中審議をお願いしたい。その時に先ほど話もありましたけど、朝日新聞の関係者にもね、ぜひ来ていただきたいと、このことを委員長にお願い申し上げます。